本日はエクスペドのクリアポーチ S を使った山用ガジェットポーチを紹介します。 GoPro や Osmo ポケット、モバイルバッテリーなど山に持っていく電子機器が増えて、それ用に購入しました。購入のポイントは中身が見える、ジッパーは止水ジッパーで完全防水ではないんですけど水に強い設計、大きさもちょうどいいサイズ感です。専用のポーチなどもあるんですけど、やっぱり山に持っていくなら重さが軽い方がいいと思って、最近はもうこればっかり。中に入ってるのが意外と貴重品なので、黄色で見やすいのもポイントです。これ全く同じサイズでエクスペドのクリアキューブファーストエイド S サイズも使ってます。こっちは赤でこっちは黄色で、中身を紹介すると、その前にミラーレスカメラ、このビッグスカイのインサレーションポーチに入れてます。こんな感じで、その他をこのエクスペドのクリアキューブ S に入れています。 GoPro のヒーロー6と、最近メインで使ってる DJI の Osmo ポケット、こっちの電池2個はミラーレス一眼用の予備バッテリー、ここにビニール袋の予備と Osmo ポケットのスマホとの連結パーツを入れてます。ウェット系のレンズ拭き入れてます。この白いのもレンズ拭き、これは練り消しでちっちゃいものを写す時の固定用。モバイルバッテリー、これは行く時によって大きくなったりちっちゃくなったりしてます。普段はこのちっちゃいやつ 5000mAh か。レンズ拭き、ミニ三脚、マイクロ SD カードと、SD カードアダプター、こっち64ギガ2枚かな多分。でこれ最近買ったプロトレックスマートの充電ケーブル、短いやつ、 Amazon で売ってました。でこれが普段よく使ってる3つのケーブルが1本になったやつです。意外と便利。これはをこのクリアキューブの中に入れてます。でこれすごく軽いケースで、重さは 22g、 もうこれだったら重さを感じないっていうか、防水だし使いやすいと思います。でもうSD カードとかもちっちゃいビニール袋に入れて、それを切ってマスキングテープで留めてます。ミラーレスカメラの予備バッテリーもロックサックの高級ジップロックに入れてます。で、入れてるものはこんな感じ。本当にこのちっちゃい中に入れて完成。これジッパーなので開けやすくて閉めやすいのもポイントです。まあ水大丈夫だと思います。でこっちが以前も紹介したファーストエイドバージョン、これも同じように止水ジッパーで、山岳保険、保険証など入れてます。
エクスペディは他ではあまりない少し変わったスタッフバッグをいろいろと扱ってます。同じような形状で、これは英語サイズのビスタオーガナイザー、結構売れてるやつで、これも止水ジッパーで、止水ジッパーで作りのいい防水バッグです。ビスタオーガナイザー、これも以前紹介したんですけど、巾着式なんですけどシームテープが貼ってある防水のスタッフバッグ、完全防水ではないんですけど、まあそこそこの雨なら大丈夫だろうみたいな感じです。要はロールトップだと開け閉めが面倒に感じるような商品、これだと、エマージェンシーキットを入れてます。こういうちょっと変わった防水バッグなどエクスペドには多くあります。本日はエクスペドの防水で中身が見えるクリアキューブ S を紹介しました。裏表見れます。